はい、こんにちは。こんにちは。はい、挨拶してくれたの、紹介の前に。はい、坂本勇人選手、はい、やっと来てくれましたね。オフはどうですか。いや、結構人生で一番長いぐらい長いですね、オフは。あ、のんびりしてるの。私は、はい、オフは特に何をやってるっていうことはあるの。オフになって1ヶ月ぐらいは結構ゆっくりしてますね。なんでもう今ゴルフとか。ゴルフも、はい、します。ゴルフはどのぐらいの腕前なの。いや、下手です。いや、下手くそだけど、スコアぐらい聞かせてよ。前回はでも88でした。ああ、じゃあいい勝負やな。はい、でも大体95ぐらいですね。ああ、じゃあ下手やな。はい、うまくなんないです、全然。まあ、ちょっとね、隼人のその魅力というか、まあ、これは今日はもう正直に話してくれるということをちょうど思ってるから。はい、はい、まあ、幼少の頃、マー君と一緒のチームでやってて、はい、スイッチヒッターだけど、マー君があんまり飛ばすんで右一本に変えたっていうのは本当なの。ちょっとこう話大きくなってますけど、うん、やっぱ右の方がやっぱ打球飛んでたんで、うん、で左のも結構こうヒットは打てる感じだったんで、うん、今思えば左もやっとけばよかったなと思うんですけど。あ、そうなの。思いますね。だってその時スイッチだったでしょ。はい、小5ぐらいでもうやめましたね。なんかその練習倍しなきゃいけないっていうのも聞いてたんで、うん、スイッチヒッターを、うん、いや、それ大変だなと思って。その小5の時に練習大変だなと思う、はい、いや、思ったっす、はい、でもそのぐらいピッチャーやってたんでしょ。ピッチャーとショートやってました。あ、ピッチャーとショート、はい、やっぱりショートがついて回るんやな。そうですね、ショートはずっとやってますね。いや、だけどその多分動画も小さい子が見てくれてると思うし、はい、まあ小さい子を持った親御さんも見てくれてると思うけども、小学校の時に何を大切にして何を毎日やったっていう習慣づけたものっていうのはあるの。長距離のランニングは毎日やってました。あ、ランニングか。小学校5年生ぐらいからですかね。何キロぐらい。多分5、6キロぐらいですけど、うん、毎日なんかこう走ってました。お母さんと約束して、うん、毎日なんか練習すること決めようって言って、うん、こうぐらーっとこう5キロぐらい。はい、待ち待ち。でも小学校の5キロって相当長いでしょ。結構長いですね。毎日。そうなんですよね。近所のなんかお兄ちゃんみたいなのが甲子園に出た人がいて、その人が毎日なんかこうランニングしてるって話を聞いたんですよ、うん、で、なんか隼人もママもそれぐらいやらなあかんぞってな、うん、多分お母さんに言われて、そっからでも毎日やってましたね。雨の日もかぶって。ああ、そう。はい、そのバットを振ったとかそんなことよりも素振りとか、そんなか練習でなんかしてたんで、あんまりしなかったです。それよりはもう基礎体力というか、なんか走ることなんかかっこいいと思って走ってました。でもそれはやっててよかったと、はい、今も思う。思いますね。やっぱその基礎体力はやっぱり絶対ついたと思うんで、毎日やってたんで。すごいね、やっぱやってるね。でもそれはだけはやってましたね。でもその頃からやっぱプロ野球選手になるっていうのは夢だったの。いや、なんか甲子園に出たかったですね。あ、甲子園か。すごい甲子園が夢で、プロ野球あんまり見てなかったんで。どこのチームが好きだとかなかったの。プロ野球ですか。でも C っていうのはやっぱ阪神近いんで。やっぱ近いからね、はい、阪神見てましたね、まあ、やっぱり情報も入ってくるしね、はいはい、だから誰のファンとかそんなの全くなかったということか。うん、小学生の時はなかったですね。中高ぐらいからもう和夫さんがやっぱり。松井和夫ね、はい、かっこよかったですね。それ影響を受けたっていうのはどういうことがあるの。明らかに花があるじゃないですか。まあ花はあるよね。かっこいいな、走れてホームラン打てて。見た目が僕は好きでしたね。あ、見た目がね、はい、かっこよかったです。いや、だけど、まあ、例えばその松井和夫、まあ、確かに素晴らしいショートだった、はい、でも抜いたと思うでしょ。いや、全然思わないです。いやいや、なんで。いやいや、だってやっぱその盗塁の数とか、ね、いや、まあメジャーももちろん行かれてるんで、もちろんもちろん、多分日本にずっといたらね、全然多分僕なんか追いつけないような数字だと思うんです。いやー、そうかな。いや、絶対そうだと思うんで。でもこれだけ長くショートを16年間守ってるんだよ。17はちょっと、ね、はいはい、あんまり出てないけども、はい、1年目からはね、はい、でもその体力とかスタミナ、体の丈夫さっていうのはそりゃ尋常じゃないと思うよ。まあショートしかやったことないから分かんないでしょ。はい、はい、わ、まあ、はい、かんないですね。だからショートがどれだけプレッシャーがかかるとか、はいはい、でもサードやってみて今年、はいはい、分かったでしょ。まあその運動量的には本当動かないですね、サード。動かないよな。本当に。どっか行って打球が飛んだって動かないもんな。内野フライとか、なんか本当に見てるだけなんで、うん、これはまあ多少はやっぱ楽だなと思います、ね。まあそうだよね。はい、
まあだけどそのまあ中学を経て、はい、高校は八戸に行くんだけども、はい、これは何で行ったの？まあ、お誘いもなかったんで、近場の高校もなかったの？なかったですね。でも甲子園行きたい、まあ それも、まあ、それが前提があるよね、はいはい、出やすい県って、はい、まあそれも、まあ、いろいろあるじゃない。はい、ありますね。まあ、そういうことも含めて選んだの？最初僕人生学園に行きたいって言ってて。でそれはなんで？いや、なんとなくユニフォームがかっこいいイメージがあってまあ、過去から入るだろうな、ね、どちらかというとな。で、うん、一応その練習も行って、あのプレーもさせてもらったんですけど、でもやっぱでも行けなくて。行けないとか取ってくれないっていう。取ってくれなかったですね。嘘を言うな。いや、本当です、本当です。いや、今正直言おうよ。正直です。本当に本当に練習も行って、取ってくれなくて、でどうしようっていう時に、うん、それも本当に近所の人が、それこそ当時の金沢監督が、うん、東北福祉大学なんで、うん、その福祉大学の人がいて、いい選手いるからちょっと監督見に行ってあげてくれないですかって言って、その高瀬学院がちょうど甲子園で負けて帰りの飛行機の前に空港のすぐそばで練習してたんで、うんうん、監督がこう見に来てくれて、本当ティーとノックしかしてないんですけど、うん、監督がもう絶対プロになれるから打ち込みって言って。やっぱすごい目持ってんね。いやでも本当に僕最初何言ってんだこのおっさんと思ってた本当だって取ってくれないですよ、どこも他がね。はい、でそんな別に有名でもなかったんで、うん、何言ってんだよみたいな、プロなんか行けるわけないやろって思いながら、うん、まあでも甲子園出たかったし、うん、で調べたら結構甲子園ベスト8とか入って、まあそうね、まあ、全然知らなかったんで僕、うん、あんまり興味ないもんね。あ、そうっすね。そういうことはね、全然ないっす、うん、で、はい、で、すぐ決めました。でもマー君と一緒 の、 あの北海道に行くっていう選択肢はなかった？いや、なかったですね。全く離れたいと思ってたの、逆に。いや、もう中学校はチーム違うんで。ああ、違うのか。はい、うん、で、高校の時一回辞めたっていう話を聞いた。辞めたっていうか、高1の冬家に帰って友達と遊んだら、もうあんな野球やってらんないってなってめちゃくちゃ練習しんどいんで辞めます、言いました。え、それで何連れて帰られた？誰か来たの？やめますって言ったら、もう一回家帰れって言われて、帰って1週間ぐらい遊び倒して、うん、で、やっぱちょっと野球したいなってなって何してんねんってなったんですよ、自分で。で、地元の友達とか、その高校の友達とかも早く戻ってこいよって言ってくれてたんで、そこは戻りましたね。いや、だからなんかね、好きな理由が分かったよ。俺とよく似てるもん、小さい頃。俺も一回やめてんだよ、高校野球。そうなんですか。そんなもんやってられるかみたいな感じで。やめてるんですか？やめてるんだよ。だそしたらなんか同級生とか、はい、なんお前もう帰ってこいよみたいな。で、まあ、監督に頭下げて、もう一回できますかって言ったら、草むしりからやる。そう、僕もそういうボール拾いからやりました、はい、いやだからよくなんか似てるなというような感じがして。そうですね。へえ、まあそれで、まあ、やってよかったよね。いや、もう本当によかったですね。いやでもこうあの中学の時は小学校の時は、はい、まあ、ランニングが毎日のメインだったじゃん、はいはいはい、で高校の時は、はい、まあ、一回やめることはアクシデントがあったにしても、はい、何か続けたことってあるの？素振りですね。でもさ、プロに行くって言ったらさ、はい、何かやっぱりやっとかないと、はい、絶対裏付けがないと無理だよね。まあ、僕はもう素振りは練習とにかくしんどかったんですけど、うん、素振りは本当に、ね、夜11時とかでもやってました。毎日絶対500本ぐらい振ってたんじゃないですか。まあ、レベルはちょっと違ってた、申し訳ないけど、俺も高校の時は1日も欠かさなかった。あ、で、もうしんどくて振りたくないと思っても、よし、1本でもいいから振ろうって、起き上がって振ってた。やっぱ毎日振ってた。毎日、そうですね。でも、まあ、高2の冬ぐらいからですかね。うん、500だから1日1500ぐらい振ってたんじゃないですか。強化期間中だった練習も含めて。それは何？一人で振ってたの？一人ですね。こそっと。はい、夜。え、寮かなんかなんでしょ？はい、寮で、もう真っ暗なんですけど、11時は。10時消灯かな？多分10時、11時ぐらいの消灯。うん、その消灯の後ですね、いつも。でもそれは何の目的があって振ってたの？いや、だって、はい、このおっさん何言ってんだよ、俺はプロなんかなるわけないだろうって思ってたでしょ？はい。それで高校に入ってるわけでしょ？はい、で、高2の、だから夏に僕はホームラン打ったんですよ、決勝戦で。おう。その柳田さんっていうドラフト1でプロ入った、はいはい、青森山田のピッチャーがいるんですけど、うんうん、その人がホームラン打ってちょっとこうプロのスカウトがなんか注目してくれてるみたいな話を聞いたんで、よし、うん、これちょっとプロ目指そうと思ってそっからスイッチ入ったんです。で、練習も今まではもう適当に楽になんとなくこうやったのが、
あの練習もちゃんとやるようになりましたね。そのバット振ることに関してだけは。やっぱきっかけなんだそれが。そうですね。ホームラン、そのまあスイング毎日やってて、それだけはまだやってなかったです、ね。まだやってないの？はい、高1、高2の夏まではやってないですね。でその夏終わってからですね。ちょっと本気でプロ目指してみようと思って、うん、でも、あ、なれるんじゃないかと思ったのはどういう時だった？プロになれるかなと思った瞬間、うん、だから1個のホームランっていうのは、それがきっかけでしょ？はいはい、頑張るきっかけで、うん、でもやっぱ思ってなかったですね、そのドラフト指名されるまでは。でも、周りが騒いでくるでしょ、うん、で、スカウトも挨拶に来たりとかもするでしょ、はい、はいはいはい、それも疑ってたの？はい、そうそうそう。で、僕、買い指名だったらプロ入ってなかったんですよ、うん、どこ行く予定だった？ホンダ鈴鹿。もう一応なんか決まってたっていうか、うん、買い占めだったら社会人野球に行くって決まったんで、うん、どうかなと思ってたら、まあ、たまたま、まあ、外れですけど1位だったんで、うん、でも外れた時どうだった？その普通に1位は絶対ないと思ってたんで、なんなら外れも1位でないと思ってたんです、本当に。うん、巨人かよと思ったんですけど。え、それ嫌だったの？嫌です、二岡いるよみたいな。あ、そうなの？はい、やっぱショートで考えたら二岡さんいる。あ、でもやっぱりこう入る準備はこう見てんじゃん。いや、そ、選ばれてからやっぱ思ったですね。あ、巨人は試合出れんよみたいなイメージが、やっぱり若い選手のイメージないじゃないですか。でも、あの当時の隼人から見てて、はい、まあ阪神とかいろんな球団があるわけじゃない、はい、まあ、セ・リーグとパ・リーグとかあんまりこだわりなかったと思うけども、ないです、ね、一番入りたかったのどこなんだよ？いや、阪神じゃないですか。やっぱ阪神、地元に帰りたい。そう、地元が、そうっすね。僕、青森に3年間行ったんで、うん、めっちゃ関西帰りたくて。やっぱ関西人やな。だからやっぱ多分社会人野球も、その本田鈴鹿は一応まあ、三重ですけど、うん、まあ、まあちょっと近いじゃないですか。うん、まあね、はい、そういうのも多分ありますね。なるほどね。まあちょっと一回締めるけども、まあでもランニングとスイングは、はい、毎日欠かさなかったというね。だけ、はい、すごくやってましたね。今こうプロを目指している子供たちに、はい、まあ、幼い子供たち、はい、何が一番大切だと思う？じゃあ、まあ、その野手ならやっぱ僕は素振りは、うん、そうだな、大事かなと思います。やっぱその振る力って結構こう、ね、持って生まれた力もあるじゃないですか。まあ、そうだね。で、それをやっぱこう補うのにはやっぱ素振りってめっちゃ大事なんで、うん、まあ、今はね、そのトレーニングとかでスイングスピードも上がると思うんですけど、まあ、素振りはやっぱ絶対に必要ですよね。うん、いや、俺も小さい時走ってたもんな、うん、お風呂に言われて走ってきなさいみたいな。走れって僕も言われてましたね。なるほどね。なんかよく似てんな。もう全然環境が違うけどね。なんか今もう状況が全く違うけども。まあまあ、そういうことで、はい、まあ第2弾ということでね、次に行きたいと思います。